ましたので、これ私が撮った写真皆さんがここに、入ったつもりで入ったような気分になってこう一緒に回るという今日は作戦で参ります、ね、作戦通りいきますよ、はい、じゃあ、一つ目、はい、いきます。これ暗くした方がいいんじゃないすみませんね、親ですねちょうど出てきたわけだこれ、ヤブラ、ね、ヤブラ太鼓っていうのは今の太鼓のことですよ。で、これはヤブラだから太鼓ヤブラ、ね、正式にはそう。だからこれヤブラ。これ林くん、このスイッチで動くでしょこれ、はい、ね、勝手に動かすとダメだよこれ東京両国の櫓です、地方はね材木でこう一回一回作るんですよ。そして金属国使わないで縛ってね、地方のやつはね16メートル、これはね20メートルあるそうですよ。これはもう作り置きで、もう作っちゃった鉄骨だから、もうずっと立てっぱなし、ね、国技館だけで、地方の場合は毎回作る。名古屋場所なんかこう広いところがあるんで、できるんですけど、建てられないところは、それは町の中でねやるときは櫓建てられないんですよ、ね、むやみに建てられないという時はその体育館の2階にこんな、櫓らしきものを建てて、そこで太鼓叩いて、もうできなくなっちゃったんです。場所がないからね。だからこの櫓、この見てください。私が見てくださいって、この屋根をここを見てくださいね。これね、出し塀って言います。塀が外へ出てるから出し塀ですね。そしてこの前に、ぶら下がってます。これ紙幣、神社でもありますよね、お家でもね、この紙がね、その紙と麻がぶら下がってます。麻をね縛り付けてあるんですよ。これ麻は魔除けね、ということでここに刺して、天に捧げる御幣。そしてこの畳二畳、思いました、畳二畳、これ梨し幣、これ麻がぶら下がってある、覚えましたか、ね、ただね玄関の前をスッと通るんじゃなくてこう見上げてね、あ、そのまま言った通りなってると、これ下から見てる。これがですねどこでもいいわけじゃないですよ。正面の上に向かってるんですよ、斜め上にこうじゃなくてね、天に向かって、これ天に捧げる御幣なんですね。ということは何か目的があるんですよ、ね、この次行きましょう、はい、これ出し兵、朝でできた御幣、天下太平五穀豊穣を神様を願う、これは神様が降りてくる目印、これを目印にして、あ、ここかって、天から相撲の神様が降りてくるんですよ。こうでね、これを目印に。これを目印にして降りてきて、国技館の屋根の上からスーッと降りて、土俵の上に到着と。で、着陸するわけですよ。ね。はい、次行きます。これ、櫓の下。本来は、はしごで呼び出したの太鼓担いで上がるんですよ、本当は。もうこれエレベーターになっちゃったんですね。楽ですよ、今は。ガーッと上がってね、スイッチ押したらガーッと上がってます。地方ではね、登ってます。それちょくちょく見ますけどね、あれは大変ですよ。風が吹いたら揺れるしね、本当に呼び出したの大変。で、私もここに乗せてもらいまして、上がりました、とうとう。はい。これ
これもはね、はい、次行きます。こんなアップで映ってるね。ほらエレベーター、ほらほらみんな乗ったつもりでね、ほらこれ櫓の上を上昇、ゆっくり上がってます。音が出ないから私が今言いますからね。ガーこんな音がするんだよ、これほらガーって。あ、昔だからこれ宝馬賞に行くからね。結構上がりますね。これは板番付。あ、これ板番付がこれになりますね。ね、裏ですからね、これね。皆さんはこっち側歩いてるんですよ、ね。ここは何だろう、パールホテルかなんかあるかな。うん、これ20メートル。まだ90秒もある。これ結構かかるんですよ。速度が、ゆっくりで。やってますんでね、ゆっくりガーッと上がってきますんでね。はい、次。はい、これ。これがタワー3、坂上スカイツリー。で、これね、これの方向分かりますかね、これね。こっちから玄関から行くと右の方ですね、これね。はい、次行きます。おこれは両国駅だな、これはね。あ、違う、両国駅だ。違う、ごめんなさい。こっちが、あ、こっちが正面からだから、千葉の方だったな、これ、ね、こっち、こっちが隅田川ですね、これ。はい、次行きます。あ、違う、両国駅だ。こっちが千葉ですね。私の言うことはね、信じてもいいけど信じなくてもいいですね。適当にね、あ、これはいいやと思ったらね、消してくださいね。全部が正しいわけじゃないんで。これ五兵衛、ね、近くで見るとこんななんですよ。朝ですよ、朝。から紙はもらった紙、紙はね、知ってるでしょ、こうやってね、左側ね。これ朝、さあこれを目印に神様が、空からやってくる。ね、ヨイさんが祈りと手を挙げたのを聞きましたか、はい、ね、あれをやるとこう神様が上からこれを目印に置いてくる。はい、次行きます。これが両国だ、ね、ちょっと前だから変わりましたね、ここは ね、はい、はい、次行きます。あ、これ名古屋場所、これ材木で作ってますから、拡大でね。これ16メートル。これ台風が来たら大変なんですよ、これ。名古屋場所でね、風が強いその時はね、この上りみんな閉まっちゃうんですよ。もう朝晩、もう、たまた倒れちゃってね、垂れなくなるから。そしてこちらも、影響ないようにね、片付けて、この上で太鼓を叩くんですよ。今乗ってますか、この上にね。はい、次行きます。木造丸太、ね、作られています江戸時代、櫓の高さは 9.5、16メートル。日の宮櫓が10軒だったため遠慮して低くしよう。せつってことは本当かもしれないし嘘かもしれない。せつ、これはなぜかというと、16メートル、相撲の櫓の方が低かったので、日の見櫓の方が高かった。やっぱり遠慮したっていうことですよね。引き消し、ね、引き消しは威張ってたんですね、これね。そういう立場といいますかね、遠慮したという、そういう説がだから日の見櫓よりは低かったと。はい、次行きます。あ、これがね、御免札、ね、御免こうむるとか言ってます、ね、こうむる、こうむる御免、これこうむる御免で御免札なんですよ、ね、江戸時代はじゃあ下からこう逆
国なんですね。したらで御免公務の福田、これはね相撲が始まります1ヶ月ぐらい前に、ね、一番最初に取り付けられる看板です。これは何かというと、許可書、簡単に言えば許可書、江戸時代に町奉行がのお奉行様がね、これをつけてやるならよろしいと。だからもう江戸時代は370年もねこれやってるんですよ、これ、ね、江戸町奉行、寺社奉行がこの係、お相撲の係、そしてこの許可書を出して御免公務の札を出すならばよろしいと、その中止になっちゃったんですね。中止になった理由ってのはいろいろあったと思います、ね、相撲を始めたら結果ばかりして大騒ぎになってもう混乱するからもうやめろと、お奉行様がやめさせた。その何年か何十年かしてからこの御免公務、ね、公務これを立ててやりなさいと、あくまでもお寺とか神社を建て直す、ね、資金を稼ぐためのものだよということでこれがつけて始まったんです。だから今でもこれ文化伝統です。 こんなものなったってやれますよ。こんなもんって言ったら失礼だけど江戸時代からこれ続いてるんです、ね、すごいですよこれ看板、ね、これ大変意味深いものなんです。1ヶ月前になったらこれが足すと相撲が始まるよという意味です、ね、必ず立てます。中止の時は下げます。ごめんこうむる覚えてくださいね。玄関に出ます。そしてこの札の木札に書いてある年号が毎場所違いますから当然これ書き直すんですよ。行司さん書き直すんですよ。そしてこの書き直すのにこの板をカンナで削るんです。ビャーッとだからね。で、まあ、修理したところを行司さんが毎回書くんです。だからここに年号が違うでしょ。平成23年だったね、あ25年かな、これ見にくい、ね、これ全部書き直しですよ。でどん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 一方そのうち薄くなって、ね、これもうお払い箱とこういうことになるんですよ。これごめん蓋覚えててくださいね。はい、覚えてても見なきゃダメですよ、ね、必ず見破らんとも決まってありますから。あ、ここに書いてある許可ね、ごめん幕府からもらった橋、現在もその名で残っています。この通り、今説明した通り、こうむるごめんと書いてごめんこうむる。はい、次行きます。あ、切符売り場、これ、ケケツって言うんですね。ケケツチケットか、ケケツ。あの、これも説ですよ、説。昔あの親方、年取った親方がね、あの外人さんにね、あの外人さんがチケットって言ったんですね。それが敵地って聞こえたんですね。でそれ以来敵地になったっていう説がこれはくだらぬ説だけど敵地って言うんですね。はい、次言います。チケットが敵地だ。本当かよ、これね。だからこうやってこういうふうに言われても本当に不切ですからね、と言われています。はい、次いきます。あ、これもね、見てくださいね。今、障害物がどかされまして見えるようになりましたね。ああ、私もね、あれよかったなと思いますよ。綺麗だった、ね、よく見てくださいね。これ神話です。これ神話、縦三日月の神、あ、縦三日方の神ね、縦三日方の神と、縦三日月の神、こちらの神様はね、天照大神のお使いで下へ降りてきたんです。でこちらの神様はこの出雲の国を、まあ、にいる
大黒様の子供ね、ここで領地を領地争いね、よこせというわけですよ。嫌だと力比べしようと、でその力比べをしたというそういう出雲の国譲りというのがこれこれですね。ね、いいですね。あ、でね、出雲の決闘決闘までいかないけどもね、ということです。はい、次いきます。はい、のみのすくねと大麻の気配、これはもうずっとずっとあと、これはもう伝説、水仁天皇、水仁天皇だからもうね、紀元まあどうだろうな、2000年、ちょっと前だな、そうでしょうね、このね、のみのすくねと大麻の気配を呼んで、ここで戦ったと。のみのすくねっていうのはね、出雲の方から来たんですね。で、大麻の気配っていうのは大和の国で、俺が一番、世の中で一番強いって豪語したんですけど、もう一人いるっていうんで、島根のあっちの方からですね、呼んだと。そしてここで力比べです。どちらが勝ったというと、のみのすくねというのが勝ったんです。ね、のみのすくねが勝ちまして、そして、今、神様の一人として加わっております。のみのすくね。のみのすくねは相撲の神様として祀られています。ということですね。のみのすくねと大麻の気配。時は水仁天皇の時代。はい、次。ご先祖が、あ、誰だろう誰ですかね。はい、次玉がいる、ダサいですか、ね、はい、次菅原の水ということです。ここに書いてありますもんね、ご先祖さん、どうも知らなかった。はい、次いきます。なんで俺は知らないんだろう。住まいの設営、これ玄関になっています。これ何かというと、平安の頃に御所で相撲大会やったんですね。簡単に言えば相撲大会、ここにあの天皇やら、偉い人がずっと座ってて、でこちらで相撲を取る。この時は土俵がないですよね。そしてこの人は呼び出し役とか行事役とか、すごいですよこれ。刀やら弓持ってるんですよ、ね、そしてここで相撲を取る。住まいの設置へ、住まいの設置へって言いましてね、住まい、結局大イベント、平安時代の大イベントで、あったわけです。はい、次いきます。これも大きく映したところですね。こんな感じでやってたということです。さあ、この幕ありますよね。さあ、この頃から言ったでしょうかね、幕の内側にいたとかね、外側にいたとか言って、どうですかね。私はよく、そこまではよく分かりませんけども幕を張って幕の内側と外側に並べたりと座ってたのね、お相撲さんがね。そっから幕の内とかが飛んできたんじゃないかなと思うんですけどね。はい、次いきます。徳永さん、ね、これ上覧相撲と言います。天皇陛下が来ると天覧相撲、天皇以外の皇族の方が来ると台覧相撲、台風の台、ね、で台覧相撲、3つあるんですよ。これ信長の上覧相撲。信長は相撲が好きだったんですね。それでね、住まいの設置とはちょっと違う。これはただ相撲を取って強く腕力つけてね、まあ戦い戦争の時に役立てようっていうんで、力だけのこの相撲。住まいの設置の時は神様を呼んで神様に、手を合わせてご国豊穣、そういう
のはあったと思うんですけど、これはもう全くそうじゃなくて、武士の時代ですから、力をつけるために相撲を垂らすということです。はい、次行きます。はい、徳永。はい、これ徳永さんですね。これは何でしょう、蘭丸さんかな。はい、次行きます。はい、また出ました。はい、次行きます。バレちゃう。はい、肝心相撲、これ江戸時代、とうとう江戸時代だ。屋根もつきましたね。皆さんこれ見ておかしいと思わないですか？ね、え、掲載部は上にいるじゃないですか、ね、だからまあ柱はね、昭和の27年にまでありましたので、土俵がね二重になってるでしょ。今度玄関行ったらよく見てください。土俵は二重になってる、だ俵が大きい、親方がこの柱のところに座ってる、ね、お相撲さんの下がりもおかしくないですか、これが行司さん、これお城に上がる途上する格好ですよ、これ違うんですよ、今だとすごいですよ、これ途上する格好でいるんですよ、ね、さあこれをね、あそこでよく見るとね、あの親方衆で、ね、キセルやら持ってるんですよ、これ、ね、あの上でタバコ吸ったんだろうか。まあそれは分かりませんけども、そしてこういうとこにね、刀が刺してあったりね、五兵やら、ね、弓が縛り付けてあったりね、すごいですよ。だから今とちょっと違う、弓やら刀やら置いて刺してあるということは、これは魔除けですね、これね、悪霊が来ないよということです。はい、次行きます。さあ、神社仏閣の修理台、これあの肝心相撲って言うんですね、お寺が壊れ、修理する橋が壊れました、神社が壊れました、これそういう時に修理するためにお金を必要になる、その時のお金を作るために肝心工業、ね、それを肝心相撲と言います。まあ名目でね始まったんですけど、そのうち自分たちの給金になってしまいましたね、現在になっております。お客さんが来ないと給料にならない、お願いします。はい、次行きます。あ、絵がありますと、ね、はい、どうぞ。はい、次、はい、土俵、ね、下から見るとこんなんですよ、すごいでしょ。ここに草がかかってます。これ柱の代わりなんですよ。柱が昭和27年に外されちゃった、ね、見にくいから、テレビ放送が始まったから、ね、柱があった邪魔なんだから取っちゃった、その代わりにどうしよう、草になっちゃった、すごい、これはすごいから、ね、それよりもこれ屋根どうしよう、ぶら下げちゃった、ね、これは大変だった。そしてそのここにかかってますもんね、縛ったやつとか草に縛り付けてあるんです、五兵、これ今日皆さん土俵祭りの時に五兵の真ん中に種だったの見ませんか、ね、あれ縛り付けてあるんですよ、4本で、3本は行司さんの部屋、4本はここに草にかかって置いてあります。ここに玄武がね、から清流、朱雀、白虎という神様、恩人がここに見守るわけです、ね、これが屋根の下から見た感じ、屋根を、ね、下から見た感じ。はい、次いきます。あ、これ呼び出しさんの通路、呼び出しさんの通路はいつも一緒なんですよ。向こう上面、正面と向こう方 の通路はね、それはただの通路、こちらは東西の通路、ね、こちらは、お相撲さん親方が通る通路です。はい、次いきます。さあ、懸賞幕がね、こんなに詰まってますよ、これ倉庫があるんですよ、下にね、そ
出番の相撲にね、検証がかかったのが、割りに書いたり、それ見ながら、呼び出さんがこの中に入って全部出してるんです。はい、次行きます。あ、ちょっと待った。塩かごありました、塩かご。これ大きな箱なんですよ、木の。ね、結構。これに塩を置いて、少なくなると、ここから塩を補給しに来るんです。そして、この塩もね、乾燥して、サラサラですから、パーッと巻くと、ふわっと落ちちゃう。水でね、ブレンドするんですよ。呼び出したからね。それをね、見つけるのはね、ちょっとした隙に呼び出したのが刺さってやる。水も出てる。ね。巻いたら、こう、パーッとなるようなね。あんまり巻きすぎると、ほとんどなっちゃう。パーッとね、もう、なる。この塩を巻くということです。次いきます、はい、審判室。審判室というのは、検査役の支度部屋。これ何やってるかというと、相撲の前の日の前の日だから、金曜日に今取り組みが呼ばれましたね。あの取り組みを決めてるとか決定するとこです。毎日やってます。幕下以下は1日おき。これ巻きって言います、ね、何を書いてあるかというと、お相撲さんの名前が東西に巻かれて全部書いてあるんです。これね、これ幕下ぐらいかな、これね、ここに石があります。これ石、これが手ですからね、このぐらいの大きさ。ここに相撲協会のマークのぺったんこを貼ってあるんですね。これね、貼ってあるんだけど掘ってある。石、この石を白鵬には稀勢の里と言うんです。で、決まったらどん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 こう巻いていくんですね。これが頭からいきます。ですから序の口が一番最後になる。これ長さ40メートル以上あると思いますよ。相当の量ですよ、これはね。これをね、毎日こう、このくらい、両手で抱えたくらいになる、巻いたら。ね、行司さんが書くんです、これ。それ、ずっと長い、並べてですね。もう一回戻してください。さあ、ここに、これは高野花親方ですね、これね。ね、これは増山さん。ね、ちょっと前のやつから。で、ここで、ここで決めるんですよ。これにはこれだと。これにはこれだと。で、この、周りでいるのは行司さん、行司さん初期、ね、誰だと誰だで、もう一人だけそれを聞きながらね、こう部屋の名前を見ながら、あ、違う、それ同じ部屋です、あ、それは兄弟です